田原彩香は、日本のタレント、女優、フリーアナウンサー。本名同じ。神奈川県出身。フリップアップ所属。神奈川県立希望が丘高等学校、中央大学文学部人文社会学科卒業。神奈川県立希望が丘高等学校1年時に、ミスコンテストに選出される。その後、高校生頃から、フリーペーパーのモデル。 大学入学後は、広告モデル、女子大生情報誌、ドルチェビータモデル、ミーナの読者モデルを経験。2008年4月から、t b k の情報番組、みんなが出るテレビに、女子大生レポーターとして出演。同年12月、番組の終了に伴い、レポーターを卒業。2008年11月から2009年1月まで、文化放送。 岩本つとむのマイドスポーツの一コーナーである、マイドキュメンタリー箱根キャンパスレポートに、レポーターとして出演。2008ミス中央大学にノミネート、パフォーマンス賞受賞。2009年10月から、ジェイコム東京のホームタウン府中、小金井、国分寺の新ホームタウンファミリーとして、レギュラー出演していた。2011年3月、畑西脚本、演出。 ひよの鳥、ファインディングサトコで舞台初出演。2012年10月、経続塾25期生に合格。大学卒業後は大手人材広告会社の営業、広報の業務につき、退職後、フリップアップに所属し、タレント活動を再開。その傍ら金融、コンサルタント会社のファイナンシャルプランナーとしても、活動し、資格取得や香港で研修を受けていた。 2015年7月から、州ウェブキャンパスに、アナウンサーとして、レギュラー出演。2016年5月、蒲田警察署1日署長就任2017年6月、渋谷警察署1日署長就任2017年から、ビジネスタレントとして、ビジネス関連のメディアにて活動。2018年9月、アナウンサーを務める州にて100万円を本当に、 投資する学べるドキュメンタリー、ビットコインサバイバーに出演。2019年、ビジネスタレント協会を設立。代表に就任。2020年、スタートアップメディアバンドオブベンチャーズ代表に就任。ナレーション年金石、流金管理運営独立行政法人株式会社、ドクトルウェブパシフィックハット ABCD、公式プロフィール。フリップアップ。 2015年7月12日閲覧、コイニアのごとし、田原彩香公式ブログ、2012年12月9日閲覧、ありがとうございます。